next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。弟がアメリカに来たのでちょっとお昼ご飯パネラに来ました。反射して見えにくいんですけど、10時間の運転で今2時間半ぐらい運転して、あと7時間なんです。弟と運転を変わりました。はい、今日は月曜日なんですけど、練習ラウンドして夜ご飯今もう9時半になっちゃって、なんかよう分からへん冷凍食品の肉と寿司を食べます。で、今週は弟が来てるんで弟と一緒に、弟がキャディーしてくれますってことで頑張ってきます。はい、パネラブレッドってとこで行って付け合わせにパンをつけたらこんなにでかいパンが出てきました。多分閉店間近やったんでこれをつけられました。弟はスープとサンドイッチを頼みました。おはようございます。全然这个菜放心吧。我现在能看到是山顶的右眼。もう6時半でまだちょっと明るいけどだいぶ暗くなってきて最終ホールです。向こうはプラマパーティーをしてます。はい、皆さんお疲れ様です。今は私は2試合目のためにアリゾナにおって、今は友達と、シェアしてるエアビーの自分の部屋におるんですけど、全然ビデオを撮ってなかったんで、ちょっと撮ってんねんけど、あまり撮ってなかったんでちょっと説明します。今日は水曜日で私は月曜日の朝に入ったんですけど、ワシントン DC から月曜日の朝の7時の飛行機で、こっちは3時間遅れてるんでこっち来て9時ぐらいに着いてから練習ラウンドして、18ホール回って、昨日も午前中は練習して午後は友達と18ホール回って6時半ぐらいに終わったかな。でご飯食べてって感じで、今日は私はプロアマがないんで練習だけの日やったんですけど、なんかアリゾナやのに今日は一日中雨の予報で、アメリカの練習場は屋根がついてないんであんまり多分練習できないと思うんですけど、ちょっとだけ練習に行ってここからトレーニングに行きたいと思います。で今回は、友達、中国人の友達とその友達のお父さんとエアビーをシェアしています。でなんか結構めっちゃ優しくて、ご飯とか結構作ってくれて、お父さんが、だからご飯とかも困ってなくて、フェニックスなんで、H マートとかなんかそういうアジア系のなんかスーパーマーケットとかもあって、ストレスフリーでやってます。でいつもホテルでたまに、いつもじゃないけどたまにホテル自分で取ってもう泊まっちゃうみたいな時あるんですけど、それより私はなんかエアビーとかシェアした方が結構友達とかと喋れてリラックスできるんで結構好きです。なんか日本におった時はもう絶対一人でビジネスホテル取ってずっと一人で過ごしとったんですけど、こっちに来てからは結構友達とご飯行ったりとかすることが多くなって、結構ツアーを楽しめてるって感じですね。はいって感じでやってます。また試合の様子、私生活の様子とかを撮っていきたいと思うんでよろしくお願いします。じゃあね。はい、今日は火曜日で昨日月曜日練習ラウンドしたんですけど、今は、5時半からミーティングで午前中ずっと雨降ってて、今も結構パラパラ降ってきたりしてるんですけど、
なんかね、1、2、違う、10、11回って、時間が何、16、17、18で、帰りますとか、あ、帰るんじゃなくて、ミーティングに行きます。こんな感じで、毎日雨です、カリフォルニア。こんな感じです。はい、皆さんお疲れ様です。今はカリフォルニアにおって3試合目に備えて、今日は何曜日、火曜日なんですけど、先週の試合を予選落ちしたんで、土曜日は普通に練習して、日曜日もちょっと練習してから友達のサンディエゴの家に泊まらせてもらって、でそこで一泊してから月曜日に移動して、1日18ホール練習ラウンドして、で今日は選手ミーティングもあったから、5時半にゴルフコースに絶対行かなあかんから、今日は3時ぐらいに行って2時間半練習しようと思ったんですけど、何ホール、ハーフだけ回りました。回れんなと思って、雨がそんな降ってなかったんで、回ってちょっと練習してって感じでミーティング受けて今日は終わりました。で、先週のなんかアリゾナのプレーが、なんかドライバーが本当にまっすぐいかなくて、もう全然イメージも湧かなくて、もうドライバーで全部崩れたって感じで、すごいもったいなくて、終わってからすっごい練習して、土曜日も練習して、すごい練習場ではうまくいったんですけど、なんかコースでは、昨日練習ラウンドして思ったのは、練習ではうまくいくんやけど、コースでティーグラウンドに立ったら全然いいイメージがわからなくて、なんかミスショットのイメージばっかり湧いちゃってって感じで、なんかちょっとなんか問題あんなって思ったんで、今日練習してても球打ってる時よかったんで、ちょっとコースの景色に慣れないとダメやなと思ってラウンドしました。でまだ完全に治ったっていうか、自信持っていけるっていう状態じゃないんですけど、あと2日あるんで、そこまでなんか仕上げていけたら今週はいけるかなと思います。始まって2試合なんですけど、2試合連続予選落ちたんで、すごいね、本当に辛い状況なんですよね。はい、いろいろトラブルもすっごい多かったんですけど、それはまた違う回でまとめたいと思います。で今週はホテルをリンゴルフさんが取ってくれてるんで、今週はこの取ってくれてるホテルでステイしますって感じで一人です。でなんか一人でステイが久しぶりすぎて、普段も今は家をシェアしてるんで、一人で過ごすっていうのがあんまりなかったんですけど、結構一人が好きな性格なんで、なんか変に落ち着いてる感じです。でもまあ来週はまた韓国人と中国人のことをシェアするんで、それもそれですごい楽しみやなと思います。なんか今カリフォルニアがすごい異常気象で、すっごい寒くて、3月やのにほんまに最低気温が3度で最高気温が10度ぐらいで、あと冬服を持ってきてなくて、だってカリフォルニアとアリゾナやから暑いと思うやんと思って持ってきてなくて、でずっと雨でって感じで、すごいまず服がないってなって、多分アウトレットかなんかで買わなあかんから明日買いに行くんですけどって感じで、明日もすごい雨で、明後日も雨なんで、私まずラウンドできるか分かんないんですけど、なんか担ぎなんでもうやばいんですよね、ラウンドしたらもうびしょびしょになって風邪ひきそうなんで、でも一回まあ試してみるけど、まあ雨次第雨を見てって感じで、明日はプロアマのオルターネイトで2時間待機しないといけないんで、午後はもうゴルフ場にいないといけないんでって感じで、多分明日は朝ジム行ってゴルフ場行って練習してって感じですね。で最近すごい試合うまいこと言ってないんですけど、練習するのすごい楽しくて、去年すごい私がゴルフに並んでる時、悩んでる時に、その私の友達が昨日より良くなってるんやったらそれでいいんだよみたいな感じで言ってくれたんが、すごい私の頭の中に残っとって、いつもなんかそう、こういう辛い状況の時それを思い出して練習してます。なんでかって言ったら、そのいつも練習してあかんあかんあかんって思って、すごい練習するけどあかんあかんあかんってなって、すごいなんか変ななんかループみたいな感じで、すごい悪いなんかループにはまっちゃうから、昨日よりここが良くなったとか、そういういいところにも目向けれるようにと思って、そういうのを意識して今生きてるって感じですね。
も大げさやけど生きてるとかって、まあそんな感じで、今週はキッチンがないんで自炊できなくて、でも私はね家ね韓国人の子と一緒に住んでるからめっちゃラーメン、カップラーメンとかあったんで、それパクってきたから、カップラーメンとそのなんかレンチンのライスみたいなのと、なんかよくわかん、私なんかあんまり正味フルーツとなんかチキンとかあれば生きていけるタイプなんで、そんな感じでそれを食べてます。またそれは頑張って撮影しますって感じで、今はねもう夜の12時でなんかわからんけど寝れなくてって感じなんですけど、頑張って寝て明日に備えたいと思います。それではおやすみなさい。はい、今日は月曜日、違います、水曜日なんですけど、今日の晩ご飯です。あんまりお腹空いてないんでサラダとスイカ買ったけど食べてないのと、あとこれ餃子、水餃子みたいなチーンでできるやつで、なんかソースついてると思ってついてなかったから、なんかよくわかんない。これで一緒に食べます。ではお疲れ様です。今週の練習場です。こんな感じ、もう夕方やから球があんまりないですけど、今日は朝1で18回って昼は練習してます。今6時で日が暮れそうです。 OK、 Get Swing's happy face. It's Ruby. こんにちは、今日、月曜日なんですけど、LA から LA じゃないけど LA に近くから アリゾナのツーソンってところに移動してきて、これが今週の、家です。なんか、中国人の子と韓国人の子と今週はシェアして、なんかみんな、私何本持ってないんですけど、なんかみんな炊飯器とかこういうのいっぱい持ってて、結構夜ご飯とかも結構朝ご飯も全部作ってくれてって感じで、すごく助かってます。こんな感じです。私の部屋はちょっとすごい散らかってるんで見せれないんですけど、これが何ダイニング、わからんけど、そんな感じです。はい、おう、I think chopstick drop。 はい、皆さんお疲れ様です。めっちゃ久しぶりの動画なんですけど、今は4戦目の2日目が終わって、やっと予選通過したから、それまではすごいね、本当にね、忙しくて、っていうかちょっと、全然、動画撮ってなかったんですけど、今回でまとめていきたいと思います。多分竹内さんと一緒に乗るときちょっと喋ったと思うんですけど、スイングを今年ちょっと変えて、ドライバーの意識を変えて、それがあまりうまくいかなくて、フロリダのときとかはすごい手応えがあったんですけど、まあ、結構大きいミスしちゃったりとか、なんか最近分からんねんけど、この4戦連続3連続ボギーっていうのをやってるんですよ。なんか2連続もあかんみたいな言われてんのに、3連続ボギーみたいな感じでなんか打っちゃってたんで、それがその何年は今年になって出てきたから、なんか今思ってんのは、ボギー打った時の次のホールのどういう風になんかマネジメントとかやっていくかみたいな感じをちょっと考え直さなあかんなみたいな感じで思ってます。で、今日はギリギリ寄せ通過してんけど、もうほんまにハーフターンしちゃう、なんか出だしまた3連続ボギーやって、それでもう今日も無理かもと思ったんですけど、まあまだホールがあるんで、ちょっともう、まあ、予選のこととか考えずに一打一打集中みたいな感じでやったらバーディー取れてんけど、なんかね結構ボンミス多いんですよね。なんかもううわーやっちゃったみたいな感じで簡単にボギー打っちゃって、でハーフターン1オーバーでターンして、まあカット3オーバーやろなと思っとったんやけど、
で、なんかまさかの12番のパー3で息入れたんですよ。私フェードなんですけど、なんか右から風来とって、でもなんかちょっと結構なんていうの、この横幅が狭い感じのパー3でどっちも行けみたいな感じで、右ペラが多いんやけど、なんか引っ掛けそうやなと思ったら、もうほんまに引っ掛けて、ほんまに引っ掛けて息入って、あ、終わったと思って、まあそこボギーで耐えて、そっからずっともうほんまに結構バーディーチャンスもあったんやけど決めきれんくてって感じで、最終ホールを迎えて、最終ホールは昨日ねボギー打ちかけたから、ドライバーを230キャリーやったら超えるバンカーがあって、昨日アゲンストで超えなくて、で今日もアゲンストやったんで、なんかこれでバンカー入ったらもう終わりやん、なんかバンカー入ったらもう打てないんでってなって、ちょっと右目狙ったら260で入るバンカーにアリゾナなんで転がって入っていって、奥の方のやつに右に狙ったんで、それでそっから160ヤードぐらい残っててって感じだったけど、無事にパーオンしてパー取れたから、それで今日は久しぶりっていうか、初めて、今年初めて通過できてマジ良かったと思いました。なんかさすがに3戦連続落ちて、4戦連続落ちたらもうなんかちょっとその種類的にちょっとスランプみたいな感じになるかなと思ってたんで、今回は結構予選ずっと落ちとってんけど、練習は結構前向きにちょっと草なんとやっとったから、それがやっとつながったかなって思いますって感じで、全然動画撮れてなかったんですけど、今もう3週間やってて家帰ってないんですけど、まあ家今年からアメリカに住み始めたんで、まあずっとホテル暮らしじゃないだけすごい心楽なんで、早く家に帰りたいですね。はい。明日は8時55分スタートなんで、もう寝ますって感じで、皆さんおやすみなさい。はい、皆さんお疲れ様です。今アリゾナから帰ってきて、ワシントンの家に帰ってからベガスに来たんですけど、少し時間があるので、開幕から4試合の詳細反省をしたいと思います。で、なんか今年ちょっとスイングを変えてやったんですけど、すごい去年はすごいショット良くてパターがみたいな部分があったんですけど、今年はすごくショットに悩まされてる感じで、あんまりうまいこといかんくて、結構修正しようとして頑張ってるんですけど、あんまりうまいこといかなくて、やっと4戦目で予選通過できたけど、まあ、通過しただけで全然なんかもういい結果でもなかったし、なんやろ、自分にとって結構スランプ的な結構辛い時期なんですけど、とりあえずまだ始まったばっかりなんで、懲りずに諦めずに、これからも、次の試合は3週間空くんで、それまでに調整して、できるように頑張りたいと思いますって感じで、あんまりなんやろ、パターとかアプローチはすごく良くなってるったんですけど、やっぱりショットがダメやと伸ばし合いの戦いなんで、もうお話にならないみたいな感じで、とりあえずこの3週間で修正できるように頑張りたいと思います。それではさよなら。